はい、こんにちは、ちせちゃです。今回はライトボウガンの自分が使う用の最終装備ご紹介したいと思います。他の武器もそうなんですが、特にライトボウガンのスキル構成は好みが出ると思います。私は快適に狩りたいので火力重視ではなく回避や体力を持った感じになります。それでも十分火力は出る構成に仕上げております。それではまず歴戦王ゼノジーバ対策装備からご紹介します。使用します武器はエンプレスシェル延期。歴戦王ゼノジーバ、臨界前と後で弱点属性が違うので抗菌武器だとどうしても効率が悪くなるんですよね。カスタム強化は会心率強化、強化パーツは反動反動反動です。利用します弾は火炎弾と氷結弾、こちらはゼノジーバの状態に合わせて打ち替えます。立ち回りに関しては以前投稿しました楽して歴戦王ゼノジーバ動画で詳しくご説明しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。続きましてスキルです。シリーズスキルで快進撃属性が発動しています。歴戦王ゼノジーバ実装当時に紹介してました装備と比べまして、フルドレスとマムガンマがある分、整備がレベル2からレベル3、そしておまけで挑戦者レベル2もついています。結構忘れがちなんですが、竜属性やられになった時にダメージが全然出なくなるんで、この装備の場合は打ち消しの実必ず持参していただければなと思います。装飾品です。体力3、整備3、氷結1、渾身1、火炎1、通撃1、解放1です。このフルドレスカフスと解放樹がネックですよね。続きましてフルドレスと解放樹なしバージョンです。先ほどと比べて整備のレベルが1落ちる代わりに属性やられ耐性がついてきました。こちらでも火力自体は変わりません。装飾品です。渾身2、通撃1、体力3、整備2、氷結1、火炎1です。続きまして歴戦王7テスカトリ対策装備です。使用します武器は黄金の弩氷。こちらの鑑定武器をお持ちでないという方は以前投稿しました楽して歴戦王7テスカトリ動画で生産武器のライトボウガンを採用した装備ご紹介しておりますので、そちらをご覧いただければなと思います。また歴戦王7テスカトリでの立ち回りや注意点もこちらの動画でご紹介しておりますので、初めて挑戦するという方はぜひご覧いただければなと思います。カスタム強化は会心率強化、強化パーツは反動反動反動です。利用します弾は氷結弾と睡眠弾です。スキルです。風圧耐性や非耐性を採用し、かなり無難な感じに仕上げています。狙う場所は頭と尻尾です。装飾品です。体力3、氷結1、通撃3、耐火3、解放1です。やはり解放樹が必要となります。続きましてフルドレスと解放樹なしバージョンです。先ほどと比べて見切りが2落ちています。ただ他のスキルは変わらないので、火力的にそこまで大きく違いはありません。強化持続に関しては勝手についてきてます。装飾品です。体力3、氷結1、渾身1、通撃3、耐火3です。続きましては問題の対ソロベヒーモス装備です。と言いますのも、以前ライトボウガンでベヒーモス初挑戦でソロクリアしたっていう動画を投稿したんですけど、その時の装備になんと通常弾強化がついていないというギャグがありまして、その時のままの装備だとひたすら火力が低くて自分が苦しいだけなので、今回ちゃんと組み直しました。使用します武器はガイラブリッツの演劇、カスタム強化は回復です。強化パーツは反動反動近接。使用します弾は通常弾レベル2と睡眠弾です。人によっては麻痺弾を打つ方もいらっしゃいます。ただ麻痺弾に関しては反動が大きいのと、ソロベヒーモスの時に麻痺時間が結構短いので、使いどころを見極める必要性があります。スキルです。こちらはソロ用なんで体力増強は切って火力に回しました。マルチで利用したい時は体力増強を持った極ベヒーモス対策用の装備で迎えます。装飾品です。
解放2、教団1、心眼1、渾身2、通撃2、長身1、達人3です。これは結構装飾品必要ですよね。続きまして、レア装飾品不要バージョンです。シリーズスキルで弾道強化が発動しています。渾身1と超会心3が落ちてるので結構火力は下がるんですが、フルチャージで火力を持ち直させて整備を採用しています。ただフルチャージ維持するの結構難しいんですよね。装飾品です。教団1、渾身2、無傷1、通撃3、達人5です。続きまして、極ベヒーモス対策装備です。こちらはマルチの時の通常ベヒーモスでも使用します。使用します武器はガイラブリッツ演劇、カスタム強化は回復です。強化パーツは反動、反動、近接。利用します弾はベヒーモス戦と同じく通常2と睡眠と麻痺です。状態異常系はマルチの時は最終エリアで利用するのがいいんじゃないかなと思います。スキルです。シリーズスキルでスタミナ上限突破が採用されています。安全面を考慮して体力増強を採用しています。極ベヒーモスはもちろん、マルチは結構事故が起こりやすいので体力増強を持っていくことが私の場合はほとんどです。装飾品です。体力1、回避1、教団1、心眼1、渾身2、通撃1、長身1、達人3です。強いて言えばこの心眼がお持ちじゃない方もいらっしゃるかなと思います。ということで、心眼をお持ちじゃない方向けの装備です。シリーズスキルで弾道強化を採用しています。どうしても火力自体は落ちるんですが、弾道強化がないともっと火力が落ちる場合がほとんどなんで、近づいてクリ距離で絶対撃てるっていう人には弾道強化必要ないんですけど、あった方が無難かとは思います。装飾品です。教団1、回避1、渾身2、無傷1、通撃3、達人3です。続きまして、歴戦オーネルギガンテ対策装備です。歴戦オーネルギガンテとライトボウガン相性がいいとか特にないんですけど、私は通常弾が楽しいので使っています。使用します武器はガイラブリッツの演劇。さっきからこればっかりの紹介なんですが、通常弾レベル2を打つにはほぼこれ一択なんで代わりが効かないんですよね。カスタム強化は回復か会心です。私は回復にしましたが、会心にする方は見切りを一つ下げることができます。強化パーツは反動、反動、近接。打ちます弾は通常弾レベル2、睡眠弾、麻痺弾です。睡眠はエリア1で落石の時に使ってもいいですし、足を引きずってから使うのもありかと思います。麻痺に関してはエリア2以降がいいですよね。スキルです。シリーズスキルで加速再生が採用されています。クリティカル距離を外すとダメージがかなり落ちるので弾道強化は採用しています。近接武器じゃないですし、納刀も速くて被弾しづらいので回避性能は3止まりにしました。ただここはお好みです。また常に白トゲが生えているというわけではない上に、角が壊れるまでは常時弱毒が通る場所もないので、私は弱毒を少し抑えた構成にしています。装飾品です。体力1、回避1、教団1、心眼1、通撃2、解放2、長身1、達人2です。解放時が結構重いですよね。続きまして、レア装飾品を抑えたバージョンです。シリーズスキルで弾道強化を発動させています。見切りと攻撃を抑えた代わりに弱点特攻のレベルを上げて、フルチャージと挑戦者が乗ってきます。装飾品です。教団1、回避1、渾身2、通撃3、達人4です。教団樹に関しては心眼や解放に比べて出やすい装飾品なんで頑張って出しましょう。とはいえ、私もハンターランク200超えてるパソコン版でまだ出てないんですよね。そして最後に、エンシェントレーシェン対策装備です。エンシェントレーシェンに関してもライトボウガンが相性がいいとかないですけど、これも結構面白いので使ってます。使用します武器はガイラブリッツの演劇、カスタム強化は回復能力付与を採用しています。強化パーツは反動、反動、近接。
撃ちます弾は通常弾のレベル2です。麻痺弾や毒弾を撃つのもありかなと思います。スキルです。シリーズスキルでスタミナ上限突破が採用されています。通常弾レベル2の速射でひたすら頭を狙う立ち回りになるので、回避距離レベル3を採用し離れて避けやすいようにしています。なので回避性能的な避け方と違って位置で避けるというような立ち回りになります。この避け方って敵の動きを覚えてないと結構難しいんですよね。そして珍しいスキル、力の解放。力の解放はダメージを累計180以上受けるか戦闘時間を5分経過が発動条件なので、スリップダメージもあり長時間戦うことになるエンシェントレーションに非常に向いてるスキルかなと思います。力の解放は近接武器で達人芸の運用の場合は結構採用しづらい部分があるんですけど、ライトボウガンですと採用がしやすいんですよね。そしてここがポイントなんですが、エンシェントレーション自体がかなり小さいモンスターなんで、ライトボウガンでもひるみ軽減はほぼ必須です。装備は転身と不動にしてるんですが、これを整備で回します。特に敵士が自分に向いた場合、なかなかライトボウガン対策しづらいので、すぐに不動化転身を切れるようになるべく片方は残しておきたいところですよね。装飾品です。体力1、強弾1、心眼1、整備2、通撃2、対象1、長身2、跳躍1です。続きまして心眼不要バージョンです。シリーズスキルで弾道強化を発動させています。超回心が1下がってる代わりに挑戦者レベル2と整備のレベルが1つ上がっています。装飾品です。強弾1、対象1、全開3、通撃2、長身1、体力1、特射1です。ということでライトボウガンの装備紹介でした。立ち回りに関しましては以前投稿しております動画をご覧いただければなと思います。ライトボウガンに関してはマムタルトでしか使ってないって方も結構いらっしゃると思うんですけど、通常弾運用のライトボウガンはかなり近接味はあるんですが軽快に動くことができるので、使ったことがないっていう方もこの機会にぜひ使っていただければなと思います。ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。励みになりますのでチャンネルの登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。